はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、アキトーです。今回も、本家の方をいじり倒そうかな。いやなんかね、女性を増やしたいなと思うんだけど、誰増やそうかなっていうのにちょっと悩んでしまって、悩む時間がもったいないからやろうってなった。チーが自信満々ですね。そう、チーはオタクの鬼だったんよな。分別ある学生って別に学生じゃないんだけどな。まあでも、チーは、あ、でも、なんか、運動させてやろうか。チーには運動させてやろう。胸を張って走る。胸を張って走ってください。うぐいさんはなんだっけ、写真撮らなきゃいけないんだよな。あの、走ってるチーを写真撮ろうぜ。スタギーさんはとにかくムキムキになってもらわないといけないんだけど、じゃあ、スタギーさんここでムキムキになろうか。あ、うぐいさん、うぐいさん、あの、ここに来て。うぐいさんはここに来て、で、写真を撮ろう。写真を撮る。チーの写真を撮る。あ、やっぱこれ、なんか、行動中だとダメなのか。で、普通に写真撮ろうぜ。あ。もうちょい離れたいな。とりあえず、サギさん撮っとこう。はい、チーズ。えい。お、上さんの写真スキルが上がったな。おめでとう。でも、せっかくだからもう一枚ぐらい撮っとこう。上さん、こっち。こっちに来るんだ。チーは走るのをやめてはいけない。限界を突破してくれ。ウグイさん、ウグイさん、ちょっと勝手にどこ行かないで、ここで写真を撮ってあげてください。おっと、もうちょい引きたいなぁ。もうちょっと引きたいなぁ。ちょっと、うぐいさん、離れようが。チー、やめんじゃねえよ。あ、チー、もうくたびれ果ててる。ひどい状態。チーはよっぽど運動嫌だったんだな。あ、トイレぶっ壊れてる。ちょっと、うぐいすさん、トイレ直してあげて。あ、ハイネちゃんがランニングしてる。スオは寝てんのね。あ、チーのベッド借りれそうだ。お休みしてんだ。スオはとにかく、スキルアップしなきゃいけないからな。ウグイスさん、そこを直してモップ掛けもしてください。あ、そう、もうすぐ仕事だってよ。ウグイスさんにはしっかりお掃除も頑張ってもらって、で、チーは楽器の演奏しようか。
楽しくなくなってるし、曲を演奏する、いや CM ソングでも作ってもらおうか、稼ぐんだ。よし、じゃあウグイスさん最後の仕上げ、ゴミ捨て。で、ウグイスさんはあとはまあ昇進できるようにしっかりお仕事頑張ってもらうとして、お、ウグイスさん、ウグイスさんがイケメンスキルを上げていく。ウグイスさんでも魅力スキル上げないといけないからね。とチーとおしゃべりしようぜ。一日を明るくする。なんだろうな、ドリンク作りについて話す。イケメンスキルについて話そう。あ、フィットネス技術とかも話しとく。サギさんも魅力スキル上げたいね。筋肉見せびらかそう。あとなんやろうな、あ、ゲームとかの話もしとく。あとは何だろうな、うちわネタ。うちわネタはまあ俺らは実際あるあるやからね。あと何だろう、あ、友情のハグとかしといてもらおうか。チーはもっと曲を弾こう。CM ソングも作ってもらおうか。お、超ひらめいている。むちゃくちゃひらめいているぞ。カーメルンの笛吹きって何？カーメルンの笛吹きを弾いてもらおうか。まどろみの小曲。ウイスさんはちょっとチーともいっぱい喋ってあげて。チーはウグイスさんに話しかけられると喜ぶから。ウサギさんは、ウサギさんはちょっと読書でもしてみる。魅力スキルを、魅力スキルを上げる本でも読んでみる。バカでもわかる駆け引き。ウサギさんでも読めるよ。あれ、チーのピアノスキルゲージが出てないな。これじゃダメなのか。ハーメルンの笛吹きはダメなのか。練習する？練習しよう。ウグイさんどうしたの？あ、体力が。お、祖父の肖像が。日焼け顔の祖父を描いた心揺さぶる肖像画がどんどんオートミールクッキーのようになってきました。スオーはこのまま描き続けることもできますが、タイトルを変更して作業を終わらせることもできます。いや、スオー、どうなんやろ。こうじゃないってなってるってことかな。スオーは、こうじゃないってなったらちゃんと次に行くかな。これで十分かな。評価アップしよう。サギさん、寝るんだったらベッドで寝よう。ウグイスさんと一緒に。
チーは仕事はまだ休みがあるから早いとこスキルを上げてしまってほしい。もうあとちょっとないよな。お、スオの写実画がいいっすね。出来上がってますね。ちょっとこのチーの写実画をいいお値段で売れるといいけど。スオはそうだな。勤務態度、勤務評価を上げていこう。そうで、まあ、ウイさん、サギさんは、とにかく体力を回復して魅力スキルを上げてもらうということで。おっちー、そろそろレベルアップおめでとう。よし、これでチーもあれだね、次の職業昇進できるね。ピアノはもういいや。ちょっとお疲れだから休もうか。うん。先にご飯。で、スオは帰ってきたけど、スオも飯食おうか。それから、チーの写実画をアートギャラリーに売って、ウウサギはまだちょっと弱ってるな。サギさん一回起きてトイレとご飯を済まそう。お、深い。あ、ベッドが安物？ウウサギもうちょっと稼げるようになったらね、いい寝床を用意してあげよう。スオは不快になってるけど、なんだ、あ、ここが汚れてんのか。ここに置かない、片付けて。ウグイスさんも一回起きてご飯食べとく。いろいろ整えてお仕事に備えないと。そうだな、スオは体力が心配だけど、でもせっかくだから、ちょっと絵を描いてもらおうかな。印象派絵画で。大きいやつ描こうか。
まあ、そうはちょっと休日に突入するんでね。詐欺さんはもう寝てるな。詐欺さんは寝てくれ。ウグイスさんも、まあ、ちょっと綺麗になったら寝てくれ。スオは、お絵描きの限界を迎えそうになったら寝てくれ。チーは、仕事までは時間あるけど、まあ、寝るだけ寝て、回復したら、本を読んでもらおうか。何の本読んでもらおうかね。あ、でも論理学だな。論理学の本を読んでほしい。あれ、一巻がねえぞ。一巻どこやった？うぐさぎがどっかやった？うぐいすさんとかが所持品に入れてたりするかな。あ、チーが自分で持っとるやん。チーはこれを読む。そう、どんな調子ですか。それは何を書いてるんだろうか。そう、もうこの絵画作成が終わったら寝ようね。お、おめでとう。そうがちょうど傑作を書き上げました。傑作？これは一体何の絵なんだろうか。絵心のない俺にはちょっとよくわかんなかったりするんだが。そういや、あれかな、なんか。物増えてたりしないかな。あ、ひまわりの花瓶。あ、画家キャリアがアップすることで、ひまわりなんかこの辺とかに置こうぜ。ちょっと、彩り。オールインワンの高性能 PC。これが、まあまあだったな。これはオールインワンの高性能 PC や。ちょっと、こいつだけ、こいつを置き換えようか。ちょっとチーのパソコンもいいやつに。絵に描いたように美しいアート照明。アート照明って、ああ、この壁につける系の照明ってこと。あ、アート照明だからね。じゃあこの傑作のところにつけてやる。こっちがいいかな。こっちにしようか。まあ、とりあえずこんな感じで。チーはトイレで本読んでんの。トイレで本読むってできるんだ。筋肉痛になってるっぽいね。そうだな、でもチーは、まあ仕事もあるし、ひたすら本を読んでもらうに。接してもらった方がいい気がするかな。あ、なんかレンジの中なんか入ってる。あ、特に入ってないか。あ、
傷んでますって。うぐさぎが作ったイケメンドリンクが。あ、サギさん元気になったね。おはよう。うぐいすさんもぼちぼち回復か。スオが元気になったら料理をしてもらうかな。残り少ないからグルメ料理を作ってもらおう。パスタプリマベーラ。チーはどこにいる？あ、チーはまだトイレにいたのか。ていうかトイレも、バッチくなってるトイレで本を読むんじゃねえ。サギさんの魅力スキルを上げたいし、フィットネススキルも上げたいな。仕事までは、とりあえずチーとおしゃべりしてもらおうかな。チーに今日のことを聞く。あと何やろ、一日を明るくする。ひたすら一日を明るくしてもらおうか。チーはすぐ悲しくなるからな。スオもだいぶ回復してきたな。ウグイスさんは、ウグイスさんは、あ、起きてきたね。ウグイスさんもチーといっぱいおしゃべりしてもらおうかな。一日を明るくする。あと何やろうな。スタイルを批判する。ちょっとチーもうちょっとちゃんとした格好せえよ。サギさん、ウグイスさんともちょっとおしゃべりしていこうぜ。ウグイスさんに、あ、ウグイスさんのことをよく知る。関心事について話し合う。ミュージョンハグでもしてもらおうか。スオをもう、あ、そろそろ回復するね。お、サギさんにメモリーが追加された。愛おしい相手。サギはウグイスに憧れ、そのさらなる成功を願っています。なるほど、仲良しだからね。水分補給とかについて話し合って。暑いからね、水分しっかり取らないとっていう。親友にな、親友にまだなってなかったっけ。親友にはなって。こっちの論理学スキルは上がりましたね。サギさんとウグイさんが無事親友になりました。ウグイスとサギのロマンスが進展しました。何ロマンスって。ロマンスって何。何が進展したのかよくわからんけど。
とりあえず詐欺さんも魅力スキルをどんどん上げていってほしいんだよな。あの詐欺さんあれ読もうか、バカでもわかるやつ。うぐいすさんにも読んでほしいけど、スオはそろそろ起きていいね。で、チーはまだまだ本を読む。うぐいすさんと一緒に本を読んで、その間にスオがグルメ料理スキルを上げてくれるはず。いや、二人並んで一緒に読書。本薄っぺらくね。チーは何、読み終わった？あ、読み終わってない。うぐいすさんお腹減ってるけど、軽食を取ろうか。チーズクラッカーで。そうのグルメ料理スキルがレベルアップ。じゃあチーズクラッカーはいいや。うぐいすさんはそうが作ってくれたご飯を食べよう。いや、3人並んで仲良しか。スオだけそこちょっと寂しいな。寂しくない。あ、詐欺さんの魅力スキルが上がりましたね。これでまた昇進できるんじゃね。さあ、仕事の時間まではみんなそこそこあるね。詐欺さんには頑張ってもらって、そうだな、スオは、トイレは済ませてから、絵を描こうか。まだ確か 50% だよね。いや、俺このウサギの絵めっちゃ好き。これ最高に好き。これで、古典画っていうのがまた、超十ギガ的なやつなんかな。よっしゃ、じゃあ、数を。あ、数学の図形とか書く。集中してると数学の図形が書けるらしい。書いてもらおう。チーは本を読むんだ。何度でも論理学スキルを上げるために頑張ろう。詐欺さんは、あ、でも魅力スキル上がったから、あれだね、ご飯食べて、トイレ行って、仕事まであと6時間。じゃあそれまでちょっとムキムキになろう。うぐいすさんは、また、イケメンスキル上げたのか。またドリンク作ってんのか。しかも素晴らしいだし。うぐいすさんはとにかく魅力スキルを上げるんだ。あ、てか、うぐいすさん、今度うぐいすさんが読む。バカでもわかる駆け引き。ブロマンティックパートナー。まあ、ウグイスさんとサギさんがどんどん仲良しになっていきますね。いや、でも最終的にお前ら各自嫁をもらってほしいんだが。
さて、チーの部屋が最近寝床としてしか使われてない気がするけど、まあいいか。あ、チーが本読むの。本読み終わったらご飯食べてと思ったら本読むのを中断しやがった。チーはご飯を食べて本を読んで、で、何をしようとしてんだ？勝手にギター弾こうとしない。まずご飯を食べる。それから本を読む。あ、またトイレが。サギさん、トイレ掃除して。トイレ掃除したら、お風呂入らせてあげよう。トイレとかをもっとグレードアップしてもいいかもね。スーは絵画作成はもう完了してんよな。スキルを、スオもスキルを上げたいんだが、ギタースキルか。ちょっと、スオ、チーの部屋にお邪魔して、ロックでも弾いてみようぜ。これ数学の図形なの。なんか星座っぽい感じがするけど。まで、チーは一生懸命本を読んでますね。あれ？サギさん。トイレ掃除をせずに風呂に入った。ち、すぐトイレに本持って入る。ウグイスさんはとにかく魅力スキルを上げてほしいんだよな。ちょっと、じゃあウグイスさんトイレ掃除してあげて。ギターを研究してるところ悪いけど。ウグイスさんが珍しく集中してる。ちーはまあ確かにね、変なところで本読んでたりする。歩きながら本読むとかね。一回本を読み出したら、他に目が向かなくなっちゃうっていうか、他のことになかなか移れないタイプだからね。ちー、ちょっと一回体力回復しとこうぜ。サギさんは、ムキムキになろう。仕事まで、あ、2時間か。ムキムキになろスオは、ちょっとウグイスさんとおしゃべりでもする？ウグイスさんとおしゃべりしようぜ。何がいいかな。何の話をする？美味しいものについての話。
うぐいさんとスオ、別に仲悪くはないんだけど、普通に仲はいいけど、そんなにいろいろは、いっぱい話してるイメージないよな。お気に入りのアーティストについて話し合う。これはいいんじゃない？お、うぐいさん。うぐいさんとスオがいいお友達になったようです。サギさん、どうすか？ムキムキ具合は。頑張ってますか？スオどうした？なんか無になってるな。スオはじゃあ、ああでも、ギターを弾く？でもチーが寝てるからな。寝てるチーの横ではあんまりギター弾かないかな。レベル5にしやすいのは、ちょっと、ギターを別のとこに持ってこよう。一個。これちょっと、ギターの位置を。うぐいさんの今日の仕事、出勤してください。スオちょっとチーにギター借りて部屋に置かせてもらおうか。はい、あれ？え？ギターどこやった？ギターを。違う。なんか、ウグイスさんいろいろ持ってんね。ウグイスさん、あ、ギターを配置してくれた。このギターは、この辺に、操作が、むずいな。これを奥にするかな。いや、逆か。これを、ギターをちょっと奥めにやっての、んで、スオにはギターの練習をしてもらおう。練習する。うぐいさん、あ、今仕事行ったとこ？行ってらー。チーをもうとっくに回復して、お、元気が出る重量上げをしてる。チーは重量上げよりちょっと絞っていこう。ランニングにしよう。あ、持久走にしようか。緊張している。頑張れ。そう、ちょっとここをモップ掛けしてあげて。そう、頑張ってますね。上手ですね。仕事まで4時間か。ほどほどにして、シャワーも浴びてもらおう。チーに運動をさせる。なかなか自ら運動することないからな。
柔軟体操みたいなのは毎日やってるけどね。あ、もうめちゃめちゃ嫌がってる。わかった。もう終わりにしようか。ちょっとチームも、仕事までにちょっとコンディションを整えて、そうは、お、今日の郵便物が配達されたそうです。ちょっと請求書のお支払いしようか。で、あとはちょっとスオとおしゃべりしよう。あ、仕事前、お、チーが自ら走るだと。ウォーカー・ジュリアンさんが、チーの仕事前に、仕事開始まであと20分切ったけど、俺はチーノーと言っとかんとあかんやつだったな。ていうか仕事前に緊張するのやめて。チーちょっとウォーカーさんとおしゃべりしよう。もう仕事の時間だ。仕事行ってらっしゃい。あ、スオのギタースキルが上がりましたね。あとは、キャリアアップしよう。ご飯を食べて、ジュリアンさん何をしてるの？ジュリアンさんにはちょっと帰ってもらおうか。いい匂いってしてんじゃねえよ。やばい。遊んでくれてありがとうってかな。勝手にご飯食べて帰っただけやん。スオがご飯を食べて、あと、なんかトイレも行って、で、寝とこうね。ウサギは、もうちょいお仕事か。ウサギは昇進してほしいんよな。あ、サギさんは昇進できるね。ウグイスさんちょっと頑張っとく。勤務評価上げてこう。一生懸命働く。巣を片付けるんやったら、これも片付けてほしいんだが。さあ、あまりにも男女体ないよな。サギさんがチームマスコットに昇進しました。おめでとうございます。サギさん、ソファーじゃなくてベッドで寝よう。ウグイスさんもぼちぼち帰ってくるかな。うぐいさんも頑張った。ああ、ぼちぼち、
ぼちぼち昇進できそう。まずは休んでもらわんと。お、チーム昇進しましたね。楽器の魔術師。言いにくいな、魔術師。利用可能な休日、休暇日数10日。どんだけ休む気？まあでも無事昇進してよかった。で、チーはやっぱりもう、ひたすらにピアノを弾きまくらないといけないわけね。チーはご飯食べたらひたすらにピアノを弾いてもらうかな、やっぱり。チーは楽器弾けば楽しさも回復するからね。あ、そう、もうご飯食べる。料理をせなあかん。グルメ料理作ろう。なんか増えたよね。サルティンボッカ。あ、サギさんがめちゃめちゃお腹減ってる。そう、頑張って。頑張って急いで作ってあげて。料理が美味しい。ほう。ホットケーキを裏返してソースをかけましょう。スオが才能を発揮しています。これを機に自分は料理が好きだということを受け入れますか？そりゃスオはね、お料理部ですから。はいだよ。さあ、無事。素晴らしいご飯ができたみたいですね。じゃあ、サギさん起きたらこれを。食べよう。うぐいすさんも起きたら、そのご飯を食べよう。サギさん、一回、起きる？チーはもうひたすらに、寝て起きて。寝て起きじゃない。寝て引いてか。ひたすらにピアノスキルを上げてもらおう。そうはな。そうなんか。そう、とりあえずこれしまっとこうか。なんかグレードアップとか。グレードアップ、アップグレードとか、できんのかね。特に、できなさそう。なんなら、まあ、金銭的にも新しいのを用意してあげようか。トイレとか水回り公衆トイレとか置けんの？今使ってるのが RAW のトイレ、まあ、これか。信頼性が高いこれにしよっかな。
水消費レベルが高いけど、あ、公共サービスなしで機能。これは水道代がかからないってことか。ちょっとこれは売っちゃっていいな。普通の白いトイレでいいよね。OK。シャワーとかも、シャワーも、今はこの RAW のウォークインシャワー。より良いシャワーを。あ、でも一番高いのでも全然いけるな。一番高いのにしようか。ちょっと全体的に、みんなだいぶ稼ぐようになったしね。よし。いろいろクオリティを上げていこうか。あと、冷蔵庫とかも、水回りじゃなくて、電化製品か。電化製品。今のは、クリスポーニス、これか。高い、ちょっと食料の品質を上げて、この辺はアンロックされてないのと資金不足だから、これにしよっか。デラックス野菜室。デラックス野菜室付き。これでいこう。よし。とりあえずこんな感じで。ちょっと。広くなってもね、家具がしょぼいとよろしくないから。みんな。より良い家具で、健やかに育ってくれ。サギさん、お風呂入ろうか。シャワー新しくなったけど、でも、いや、浴槽もついている。でも、まあ、とりあえず、サギさんは、あ、どっちもできると、なるほど。サギさんは、せっかくだから新しいお風呂入ろうよ。で、このバスタブは、売っちゃうか。サギさん、まだトレーニングをしていない。トレーニングしていこう。うぐいさんも、まあ、ご飯食べたら、いろいろ、日課をこなしていこうか。服装について話し合うだけ。違うな。服装について話し合う。インタビューとかでもいいんかね。あ、チーはさすがっすね。回復が早い。スーをわざわざそこに水汲みに行ったの。
そう、トイレ行っとこう。新しいトイレ、最初に使うのはそうや。そうだな。冷蔵庫の中身は、あ、まだ残り6。じゃあもうちょっといい、いいかな。そう。これを書き上げてしまう。シャギさんはな、魅力スキルがなかなか上がらんな。もっと本を読ませないと。ちょっとこのスオの部屋に置いてる本棚移動しようか。ちょっとみんなチーム本読むの好きだしね。みんな本読まなきゃいけないから、ちょっと外に。まあ、この窮屈なこの辺を、うん、まあとりあえずこんな感じで。ウグイスさんも新しいシャワー浴びとく？サギさんはまあトレーニング頑張ってください。あ、チーがいつの間にかトレーニングを始めていた。チーはちょっと楽器を演奏してもらわなきゃいけないんですよ。勝手に運動して、勝手に緊張するのやめてもらっていいですか？グイスさんは、グイスさんはめっちゃお腹減ってるな。そうが、めっちゃひらめいている。そろそろ完成ですか？サギさん、仕事開始まで9時間か。トレーニングを優先してもらおうかな。限界突破して。ウイさんは、知恵に話しかけていこう。スタイルを褒める。これは服装について話し合うに含まれるんかね？インタビューするとか。もう日課に反映されるんだろうか。反映されないっぽいな。話し合うを選択しないと。お、チー、あ、論理学スキル。ウグイスさんと論理学スキルやる？それとも普通に動きを実行する
もうウイスさんはもうどんどん一日を明るくしていこう。お、リスだ。かわいいっすね。アートギャラリーにいる。チーはじゃあちょっと本を、もっと本を読もう。論理学の本。あ、論理学じゃなくてもいいや。てか、本、別の本読まないと意味がない。何にしようかな。なんだ。最初のユニコーン。子供用の本だけど。あ、ウグイスさんが楽しくなくなっている。何か楽しいことをさせてあげないと。ゲームかな。ウグイスさん、ゲームをしよう。あ、サギさんも楽しさが失われてきているけど、とりあえず日課は完了したから体力回復先にしようか。お、スオがもう絵画のプロになりかけている。いいね、どんどん描くね。お、シムを48時間連続で元気な状態に保つ。誰だ？ウグサギあたりか。ウグサギずっと元気だった。よかった。さあ、じゃあ。8位は本読んだら楽器演奏しといてね。ウグイスさん、サギさんは、サギさんがもうトレーニングでめっちゃ疲れてるな。サギさんは回復したら、ちょっと、スオの部屋のパソコンを借りて、お仕事前に楽しさ回復していこう。さあ、というわけで、まあ、今回もね、文系は平和にこう、男女体で。チーもまあ、相変わらずマイペースっすね。誰かと結婚させてやった方がいいんだろうか。あ、なんかいかつい、かっこいい。かっこいいな。スオを、アートギャラリーに売っとこうか。あ、チーがお腹減ってきている。ピアノの演奏を完了したらコンディション整えようか。
し完了。はい、というわけでね、まあ、次回あたり誰か思いついたら、あの女性陣を増やすかもしれないし増やさないかもしれません。というわけでここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。